キャノンキャノンのカメラ製品一覧、キャノンの銀塩マニュアルフォーカス一覧、レフカメラ製品一覧、キャノンの銀塩一覧レフカメラ製品一覧はキャノンが発売してきた銀塩一覧レフカメラの一覧である。キャノン EOS シリーズ発売後、輸出市場向けに1990年4月発売されたキャノン T60 を例外として新製品は出ることなく、 1989年に既存製品のラインナップ整理、生産縮小及び値上げを行った後、1992年頃までにレンズキャップを除く FD マウント関連製品の生産を停止した。フォーカルプレーンシャッターを持ちながらレンズは全軍のみ交換するほう。レン,レンカ機でシャッター速度優先 AE を実現するために、 このような設計になった。交換レンズは以下がある。ボディに残る5群は2群3枚であるため実際の構成はそれとの合成工学系となる。レンジファインダーカメラ時代末期からキャノンは一眼レフカメラを開発していた。レンズマウントに摩耗の恐れがないスピゴット式の大行系マウント、R マウントを採用し、当時世界最速作動とされた。 自動絞り機構、スーパーキアのマチックを搭載したレンズに対応していた。詳細は、キャノン R マウントレンズの一覧を参照しかし、プロカメラマンには、ニコン F が持つ、視野率100%のファインダーが絶大な支持を受け、アマチュアカメラマンにも、先発のアサヒペンタックス、ミランダ T 型、S 型、ミノルタ SR に先取りされて、注目の機会を逃してしまい、 またキャノンらしからぬデザインの武骨さやスーパーアキアのマチック搭載の代償として存在した巻き上げの重さ等から全くの不審に終わった。マウント寸法は R シリーズから引き継がれたものの自動絞り機構はチャージ不要の一般的なものに変更されレンズを通った光を直接測る TTL 速攻の時代を見越して開発されたフロリダマウントとなった。 R マウントレンズはフロリダマウントカメラにも取り付けは可能だが自動絞りの互換性はない。詳細はキャノンフロリダマウントレンズの一覧を参照しかしすでに1963年には東京工学から最初の TTL 方式カメラトップコン RE スーパー1964年には極光学のアサヒペンタックス SP が相次いで発売されており またしてもキャノンは開発の遅れを痛感することになる。キャノン FX キャノン FTQLR マウントを引き継ぎスピゴット式ながら開放速攻が可能で自動露出への対応もできる FD マウントになり、レンズもマルチコートの施されたカラー写真時代のラインナップに切り替わった。詳細は キャノン FD マウントレンズの一覧を参照キャノン界 -1 キャノン FTBN キャノン TLB キャノン入会 -1 から1984年のロサンゼルスオリンピック開催記念モデルカメラの電子化による超多機能化を進めたシリーズ。これらの開発を通して培った電子化テクノロジーはキャノン入会 -1 にも活かされることとなった。 キャノン AE-1 キャノン A-1 キャノン T70 キャノン T901983 年からは従来の一眼レフカメラの概念にとらわれない新たなコンセプトを模索し未来的実験的要素の強い T シリーズが開発されたキャノンではブリーチロック式と呼んだ絞り込む力の事前チャージを巻き上げレバーによっていたためキャノンフレックス キャノンカメラミュージアム。キャノン。二千二十一年二月十六日閲覧。キャノンフレックス r 二千、キャノンカメラミュージアム。キャノン。二千二十一年二月十六日閲覧。キャノンフレックス RP。キャノンカメラミュージアム。キャノン。二千二十一年二月十六日閲覧。キャノンフレックス RM。キャノンカメラミュージアム。 キャノン、2021年2月16日へ閲覧、オプションのコマンドバック使用時、ありがとうございます。